日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。任天堂ストアで売っていたお菓子2品を食べたいと思います。2品って2箱というか2缶というかですけど、何が入っているのかなと。まずはこの横、サクサクショコラ任天堂。こちらはクランチ任天堂と書かれています。果たしてその中身は。ちょっと待ってくださいね。テープが、はい、ではこちらのサクサクショコラからテープをピリピリと貼らせていただきます。見てください、これキャラクターたちマリーにインク、喋る前に先に剥がしますね。はい、マリオにインクリング、村人と静江さんに、さらにはリンク、リンクといえばゼルダの最新作も、まあ、この動画が出てる頃にはすでに発売されてるの。こっちはもっといい、ブレワイ仕様のリンクやクッパ、イカちゃん状態にヨッシーのこのこもいた、キノピオ、ピーチ、いろいろ書かれてて、もうどこに誰がいるの。マークもいっぱいです。あら、それにしても、まあ、独自にグッズが出てるかもしれませんが、まあ、ポケモンだけでなくカービィもいないんですね。カービィはカービィで独自にやっていくということなのでしょうか。では、はい、中を開けてみますと、こちらのように、細長い中身が、包み紙に入ったお菓子が出てきました。ではペリペリと開けていきましょう。あ、すみません、ちょっと中で割れちゃってましたけど、まあ美味しそうではな、チョコレートではあります。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。大乱闘お菓子ブラザーズ開幕ね。ねえ、私たちの中で誰が一番美味しい？いや、大乱闘っていうのはおかしいでしょ。中身は全部一緒なんですから。だけどしっとりしてたりザクッとした甘さがあったりしてますね。え、美味しい。だけどしっとりしてるけど、任天堂にしては結構攻めてる印象がありますね。まあ小さなお子様にこびるわけじゃないんでしょうけど、もうちょっと全年齢対照的な甘さで来るのかなと思ったら、結構ねえ、なんて言っていいんだろう、ちょっと一言では言い表せないお味ですね。後で詳しく説明します。ごちそうさまでした。まずサクサクショコラについてですが、薄くてしっとりとしたクッキー生地を噛むと結構苦めのチョコレートが口の中でふわっと広がってました。全体的に低年齢層から、つまり子供から大人まで楽しめるゲームが多い任天堂としては結構ちょっと尖ったチョコだなと思いました。苦いので少し好みは分かれそうです。自分は好きですけどね。そしかしそれ以上に特徴的なのがこちらのクランチ任天堂、箱を開けるとこのように今ちょっと食べた後なんですけど、このように一つ一つに任天堂のキャラクターが書かれた袋がで、個包装になっているんです。なのでちょっと通常こんな袋なんですぐ捨てちゃうんですけど、今回は特別にちょっとお見せしたいと思ったので、一つ誰が書かれてるのかあげてみますね。まずインクリングがスプラのイカちゃんですね。オレンジ色、大体スプラのイカちゃん、公式が使うときはオレンジ色がまず出てくることが多いような印象が自分には。続いてトタケ系とつぶきち&豆きちでしょ。あとたぬききちもいたか、動物の森。はい、
次でノコノコマリオカートからの出展となっています。確かにカート乗ってますし操作キャラになってたこともありますけど、しかし一方でこのいやジュゲームは旗を振っているのにスーパーマリオからの出展になっている。ちょっと見えづらいですけど、裏側にはそのキャラクターの出展も分かれてるんですね。でイカちゃんの味、反対側にイカくんかな、インクリングボーイで、ニンテンドーといえば彼なしには語れないでしょう、マリオのもいます。でブレワイ仕様のリンク、ティアーズオブザキングダムでもこの服も出てくるのかな。はい、マリオの宿敵クッパもジュニアともども登場で、村人と静江さんが仲良く歩いて、女同士何かのトークに花を咲かせているのかな。そしてリンクと同じくブレワイ仕様のゼルダが登場、さらにヨッシーもいて、ゼルダの悪役ガノンドルフも、結構いろんなキャラがありますけど、箱にはもっといろいろ書かれてるので、もしかしたら他にもあるのかな。まあ、もし視聴者のあなたがご存知でしたらコメントで教えてくださいね。他にこんなキャラクターいますよとか、あと私のお気に入りの任天堂キャラは〇〇ですっていうのもコメントしていただけたら嬉しいです。今回はで肝心のお菓子のレビューをしないでどうするよ。サクサクショコラ、ショコラの方はじゃなくてクランチの方は口に入れた瞬間にザクッザクッという心地よい音が聞こえてきて、シンプルだけど美味しいクランチでした。今回はこちらのクランチの方が見た目も楽しく可愛くて食べていて楽しい気持ちになれたので、代表としてご点とさせていただきます。はい、それでは風鈴で髪なびくかな、この風は。風鈴が風を起こしてるわけではないんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。